Hello everyone and welcome back to Hyper Mega Dimension Neptunia Victory 2. I'm Bran Giacomo and Dark is here to make fun of me and watch me finish the game. Listen, it's just a bunch of delusion. Correct. Speaking of delusion, which is this? Oh shit, my mouse was in front of the... So let's find out what Nep's dream really is. Is it full of pudding? Didn't you literally just describe it at last episode? No, not really. そうね。それに前に今の姿の方が気が楽って言ってたし、妹もネプギアがいるしね。甘えることもできますし、甘えさせることもできるです。なんか多いし、趣味も多い。ネプギア心当たりないの？なんだろう。確かに言われてみれば、お姉ちゃんの幸せって。逆に気になるわね。せっかくだし調べていきましょう。あ、いたです。ネプネプです。ネプネプだし。ほらネプちゃん、揚げたてのコロッケ持ってきな。わーい、おばちゃんありがとう。ほら、うちの新作のプリンも持ってきな。あとで感想を聞かせろよな。It is so heartwarming. ありえないわ。ネプコのくせにみんなの幸せが自分の幸せだっていう。I doesn't believe it. The irresponsible Neptune is more concerned with someone else's happiness. お菓子を食べるとか、そんなダメ神らしい突っ込みどころ満載の幸せだと思ってたのに。なんでギャグ要員のネプコの幸せがこんなにほっこりしてる内容なのよ。I have a disbelief. これじゃあいつものネプネプと同じですよ。Yeah, not wrong. この光景、私見たことあります。本当？ It's so heartwarming. はい。遊びに出かけたお姉ちゃんをよく迎えに行くんですけど、いつもこんな風に笑顔のみんなに囲まれてるんです。So it's also not far from reality. もしかして、もしかして、多分なんですけど、お姉ちゃんの幸せっていつもと変わらない平和な日常なのかもしれません。たとえこれがまがいものの平和な日常でも、ネプッチらしくていい夢じゃないか。俺も記憶を失う前はこうだったのかな。All right. Meow. An event. やっぱ自由ってのは最高だな。もうあんな標本ゴリゴリだぜ。サクラは。喜んでもらえて何よりだよ。で、捕まえた女神どもはどうだ？よく眠ってるよ。そして。新たなダーク女神のいい素材になってくれている。素材ね。確かあいつらの力を元に作ってるんだよな。前のはただパープルハートを模して作っただけのデクノボーだったけど、今度のは違う。オリジナルの女神を取り込むことで彼女たちの力を吸い取らせているんだ。そしてそれと入れ替えるようにネガティブエネルギーを注入することで、
身も心も妄想の渦に飲まれていく。うわ、お前意外とエグいことやってんだな。エグい？こんなのまだまだ序の口さ。When even Croati screamed out. Yeah. Makes her indigo all the more terrifying, whatever it may be. Mm-hmm. I actually don't remember because it's been so long. Really, rank up. Anyway, what's this one? Yep. Lean box. Lean box? Osorak. Bear の夢が具現化した場所だろう。Yep, probably.目的地じゃないのか。スーシャさんはベールさんの夢に興味あるはずありませんし、引き返して別のルートを探しましょう。興味あるね。わお、キャラクターデベロップメント。はい。イーシャもベールの夢に興味あると言っている。はい。イーシャさんまで、けどベールさんのことですからきっと。妹ができる夢だと思いますよ。それか私たち女神候補生がベールさんの妹になるかだと思います。 Which means it's gonna be something different。 わかりました。少しだけですよ。けど向こうからベールの気配がする。気配はこの先にある。確かこの先ってベールさんの部屋ですよね。あの、ベールさん？ Oh, she's gonna have completed her pile of games, isn't she? その声はネプギアちゃんですわね。ちょうどいいところにいらっしゃいましたわ。She's got a sister. それでは、Let's see. 何ですか、これは？ Not exactly. その漫画は私が読むために買ってきたんですのよ。だって面白そうだったんですもの。It's got two sisters. Look exactly like her. Pretty much. To be fair, with Ram and Rom. いいんですの？もちろんですわ。ほら、こちらに来なさい。はーい。その年でゲームクリエイターが青ざめるほどちょこっとリアルなゲーム業界ラブがキャッチコピーな。ゲーム業界一初恋の最新刊に目をつけるなんて、さすがは私の妹ですわ。And then two different ages fitting Ram and Ran's archetype, Nepgear's archetype. Mm-hmm. あの、ベールさん、そっちの二人のベールさんは一択紹介しますわ。次女のベールと三女のベールですわ。What the heck?Could at least have come up with different names. ネプギアちゃんとエスーシャへのご挨拶は？はじめまして、ベールと申しますわ。Young girl hurt. ベールと申します。Toddler hurt. 以後、お見知りおきをですわよ。ベールですわ。以後、お見知りおきをですわ。ネプギアです。こちらこそよろしくお願いします。エスーシャだ。ありがとう、ベールお姉ちゃん。お姉ちゃんのおかげで挨拶ができましたわ。姉として当然のことをしただけですわ。それでは漫画の続きを読みましょう。二人とも可愛いと思わなくて。あ、はい、とても可愛いと思います。カオスだ。そうですわ。せっかくですし、お二人も一緒にお茶をしていきませんこと？きっとこの二人も喜ぶはずですわ。たまにはネプギアちゃんも妹に甘えられてはどうです？小さい私も甘え上手で可愛いですわよ。私はいいかな。ベールさんには甘えられるよりも甘えたいですし。こ
校にいては頭がどうにかなりそうだ。ネプギア、出るぞ。驚いた。まさか妹がいない願望をこういった形で叶えるとは。多分それの他にもう一つ。もう一つ。イーシャも聞きたがっている。自分も誰かに甘えたい、可愛がってもらいたいっていう願望です。誰も自分を妹として見てくれなかったり甘やかしてくれないので、自分もそうされてみたいという願望があったんだと思います。 Yeah, that's a fair point. だから二人の小さなベールさんもベールさん自身なんですよ、きっと。It's kind of funny how all of these are meme worthy, but also kind of deep. I know, right? Damn it, I actually get that. And so now we have Blonde. Oh boy. Yeah, maybe.ここでお姉ちゃんがどんな夢を見てるのかわかるのね。イエーイ。夢かな。ワクワク。Yeah, I wonder. それは私も気になるな。もう新社さんまで。せっかく来たんだ。少しくらいいいだろう。Just a glass is fine, right? そうだね。しかし肝心のブランちゃんはどこにいるんだ。呼んだかしら。お。噂をすればな。Yep, I knew it. I knew it. Earlier you say you thought her dream would be about being a successful writer. I mean, there was that option too.Saying something. Oh no. She's so happy. これ以上は子供の教育上あまりよろしくないと思うがね。それは私に対するひがみかしら。シュッと細くてくびれた腰に突き出た丸いお尻。天は二物を与えずというけれど、三物も四物も授かった私ってなんて罪な女だと。Which one would be heaven in this case? やっぱりブランさんの悩みって胸とか体型のことだったんだ。でも夢の中のブランちゃんとはいえイラッとするね。確かに今までのブランさんでは考えられないくらい調子に乗った感じですね。 She's just imitating Baird. どうしたの急に。お姉ちゃん、お胸が大きくなって性格悪くなった。私、胸が小さくても優しいお姉ちゃんが好き。私もちっちゃいお姉ちゃんが好き。きっとあの大きな胸が原因よ。この針で割っちゃう。風船みたいに割る。ちょっと待って、ロム、ラム、そんなもの危ないわ。早くしまいなさい。やだ。悪いお胸は
してやっつける。ダメだよ二人とも、そんな危ないもの早く捨てて。やだったらやだ、もう話しなさいよバカ。ブラウさん今のうちに逃げてください。オンに切るわネプギア。Ya no surprise there. もうダメだよ。そんな危ないものを人に向けちゃう。だって絶対あの胸が原因でお姉ちゃんの性格が悪くなったんだもん。でもコンプレックスが解消されるだけで人の性格っていうのは変わるものなんだな。I know, right? ほら大変じゃない。もしかしたら捕まってる間にお姉ちゃんの胸が大きくなっちゃったらどうしよう。はい。Don't think that's the case. こうしちゃいられないわ。急いで助けに行こう。あの二人、ものすごい勘違いをしたまま行ってしまったね。後でちゃんと誤解を解いてあげないといけませんね。ブランさんが針で刺されそう。Now hold up for a second. All three of the others were amusing but kind of deep.Where's the depth in that one? Someone's personality can change a lot without their complex? I don't think that's the case. I think it kind of goes to say that Blanc as she is happy enough with her life that that's the most of her worries. Yeah, that is that too. Because I mean... But Metal Gear, this is still a big complex. Yeah.Yeah, I mean, she supposedly actually is a successful writer already. Just under a pen name. I don't believe you. I have played that game. I don't believe you. Which game? The game in which she writes the story. Listen, that one was intentionally bad. That was also a different timeline.Don't worry, girls. There's giant boobs you can poke. What if you can't? What's that to say? So what you're saying is, it's not gonna work.You know, it just hit me. Uzume kind of reminds me of Hibiki. Yeah, kinda. Especially with the whole sharing field thing, grouping the team's power. Power of friendship? Yeah. Like, literally harnessing friendship. Yeah, except she doesn't, you know, have determination to fist. She just yells a lot.Oh. Oh yeah, there is an exit there. Bye. That's my team right now, actually. Yeah, that's fine. Probably. I should probably switch in the full team...Yeah, probably maybe. You know, not that they're here. Yeah! And just to be safe.Feather. More loot! Was a bit too hard there? This is gonna be a mess, isn't it? Yes.
Listen, playing Kurame. Okay. This is where I just was, so I guess I have to go this way. Is it? Yep. This way. Man, you're gonna love fucking the final dungeon of Zillia 2. Of what? Zillia 2. Ah. You know, if they ever fucking port that. I know, right? We'll get our chance eventually. Winding pathways across two separate field areas. Sure, you can see the other paths, but it doesn't really help. Yeah, I mean, it's not exactly difficult to figure my way around. Yeah, because you have a map. Yeah. You don't have a map in Zillia. Oh no! Oh. Well done. I didn't have her equipped, did I? Probably not. You done good. Yeah, there are a few levels under. Yeah, just a few. And they're casters to boot, so they're already squishy. Yeah. Avoiding everything. Let's appear to be this one. Of course. Interesting sunset, darling. I know what you're talking about. I should really pay more attention to them. Maybe. Anyway. There's the way. And now I'm here. Truly a fearsome opponent. I know, right? We should avoid it just to be safe. Or, you know, just to save me the time. You're a big one. You're also blind. Kono ore wo aide ni
At least I turned at the right time on this one. Well, there's the save point. Is that sure really you? Perhaps. So? I mean, they fit inside the dungeon, so they're probably not that big. Getting hurt is the least of the issues. が妄想の渦に落ちてくれた方が世界はより混沌となるからね。愉快犯だったってこと？そんなことのために私たちをもてあそんだの？そうだよ。けど君たちは揃いも揃って俺を失望させてくれたけどね。だからさ、そこにいる鬱陶しい俺ともども君たちも殺してあげるよ。俺を殺すだ。てめえが俺の何を知ってるか知らねえが、今の俺にはシェアエネルギーがあるんだ。昔の俺だと思ったら大間違いだぜ、偽物さんよ。そうか、君はモンスターたちからシェアエネルギーを得られるように事象を改変したんだったね。なら俺よ、俺と一つになろう。元は一つだったんだ。また一つに戻ろうじゃないか。そうすれば俺が手に入れたシェアエネルギーも俺の持つネガティブエネルギーもどちらも俺のものだ。なあ、人どもの絶望もそしてわずかな希望もどちらも俺の力になるんだ。何を言ってんだ。さあ早く俺の元に来るんだ。そして共に俺たちを裏切ったゲーム業界の愚民どもに復讐をしよう。だから何意味わかんねえこと言ってんだ。身に覚えのない復讐なんざするわけねえだろ。そうか、まだ記憶を全て取り戻せていないんだね。けど無理はないか。変だフィギュア。失われた記憶は俺が持っているんだから。言っただろ、俺たちは一つだったって。裏切られ苦しめられた記憶がないのなら俺が思い出させてくれよ。 It's a shame she's a piece of shit. I know, right? She's rather cute. Yeah. うずめなんてダッセーよな。殺せ、うずめを殺せ。滅ぼされる前に殺してしまえ。嘘だよ、あんなの女神じゃない、悪魔よ。新しい女神だからって期待してたのに。大丈夫、うずめ。しっかりするんだ、うずめ。これは頭が、これが俺の記憶なのか。
君が持っていた記憶の何倍もの記憶を与えたんだ。脳や心がそれを受け入れ整理するのにも時間が必要だろう。せっかくだ。その間にここまでたどり着いた報酬として、偽りの歴史しか知らない哀れな君たちに教えてあげよう。愚民に裏切られ闇に葬られた守護女神の歴史を。守護女神とはゲーム業界の人々の望みや願望がシェアエネルギーとなり、それが元で生まれる、いわば女神とは人間の願いが作り出す神だ。だが奴らは俺を裏切った。生み出しておきながら自分たちには不都合で恐ろしくて忌々しい存在だとね。そして、うん、奴らは俺の抹殺を企て、それも無理だと分かると俺を封印し、あろうことか奴らは俺のことを黒歴史とし、もともと俺という女神がいなかったものとして新たな女神を求め始めた。だから俺は復讐を誓った。自分勝手な民衆に。するとどうだ、憎しみに引き寄せられるようにシェアエネルギーではなくネガティブな感情がエネルギーとして集まってきたではないか。だから俺はその力と妄想力を使って女神らしく奴らの願いを叶えてやったのさ。黒歴史らしく、ゲーム業界から俺に関する全ての記憶や記録が消えるよう歴史そのものを根幹から改変してやったのさ。そして、うん、俺という存在を忘れた愚民どもは新たな女神ウラヌスを生み出したのだ。うん。じゃあ、あなたは？そう、俺こそがプラネテューヌの守護女神、天皇星うずめだ。そういうことだよ。わかったかい？なら、ひざまずきたまえ。後輩風情が図が高いよ。な、何？体が重い。ううん、この引っ張られる感じは重力？そして君もだ、俺。絞りかすのくせにオリジナルの俺に盾つこうなんて片腹痛い。 CPU Jesus vs. CPU Anti-JesusPretty much. そして種明かしだ。この世界、新次元とは封印され眠っている俺の心の中にできた世界だ。いや、俺が見ている夢の中とでも言うべきか。なんせ俺が滅ぼしてしまったゲーム業界の悪夢がこの新次元の元になったんだからね。だから君たちが言うゼロ次元なんてものは存在しない。あそこは新次元の外れ、いわば入り口のような場所だからね。それゆえにこの世界の事象を操作することなどたやすいことなんだよ。ありえないわ、そんなのデタラメよ。それすらも可能にするのが妄想力だ。だからこそ誰もが俺を恐れ抹殺しようとした。そして俺は長い間この世界で暮らしていくうちにひらめいたのさ。外から封印を破ることはできなくても、この世界が独立した次元と化しているのなら、この次元を破壊し超次元へ行こうとね。うん。だけどそんな時だ、一つだけイレギュラーな事態が起きた。それが俺さ。We're quite familiar with dimensional breaches, aren't we? But a bit. 原因かはわからない。突然精神、
いや、魂の一部が分離し、俺という存在が生まれた。そしてあろうこと、 None of this is happening within the same multiverse, Tom. 破壊を防ごうとしているではないか。おかげで、この次元を破壊し、超次元へと乗り込む作戦が失敗に終わった。だが、それ以上に新たな発見もあったんだ。俺がシェアエネルギーにより力を得ると、俺自身もパワーアップするということにね。するとどうだろう。次第に超次元の様子が鮮明に見えるようになり、短時間だが超次元に具現できるようになった。とはいえ、実体はないに等しいからね。まるでホログラムのように物に触れることすらできなかったが、それでも十分だったよ。そして俺はその2つの次元を融合させ、封印を破らずとも超次元に具現させる方法を思いついた。だからより力を得るために、途中からは俺が力を得られるようにマジェコンノを差し向けてお膳立てをしてあげたのさ。いわゆるゼロ次元を冒険する俺が強くなるよう接待プレイをしてあげてたのさ。発見と協力に感謝するよ。後輩諸君。Even when I'm doing a massive villainous monologue, still Neptunia. Yeah.The voice actors had to have a trip doing all that circular dialogue. Perhaps. そうだ、感謝ならゴールドサードにも言わないとね。黄金の頂が超次元を示すマーカーになってくれたおかげで、この次元を超次元に誘導することができたんだからね。一時的に信仰心が下がる守護女神の転換期に、さらにあることないことネガティブな情報を流し、守護女神という存在そのものの必要性を下げる。すると守護女神ありきで成り立つゲーム業界は、その生存本能として新たな守護者を生み出すために黄金の頂を作る。そして黄金の頂の特異な反応は、多次元空間でも珍しいものとして異なる次元からでも観測されるのさ。うん、私たちも秘密結社も全部あんたの手のひらの上だったというわけか。ゲスが。さあ、俺もこれで思い出しただろう。ならば共に復讐しよう。二つの次元が融合すれば、ダーク女神も超次元に具現できる。ネガティブエネルギーを司る俺と、シェアエネルギーを司る俺、そしてフロワールの持つ別次元の女神の力、これら3つの力があれば、俺たちは永遠にゲーム業界を支配できる。そして世界を、愚民どもを永遠に苦しめるんだ。断る。But I refuse。そんな話を聞いて誰がてめえになんか協力するかよ。俺が俺だとか、俺が俺だとか。I'm a moron, but I know what I want.俺はネプチたちを助けに来たんだ。それ以上でもそれ以下でもね。てめえの言う通り、俺がネプチの前の女神なら、先輩らしく後輩の面倒を見ないといけないんでね。Sometimes just a simple-minded one with the clearest train of thought. I know, right? よりゲーム業界を妄想の渦に叩き込むことができたのに。なら俺なんて不要だ。やろうってのか。多勢に無勢なんだぜ。多勢に無勢？それはどちらが多勢で
どちらが無勢なのかな。うん、やるばい。ナルミオファルフォース言っただろう。ここは俺の夢の中だって。That say, we're in her own delusion. She can do almost anything she wants. 過去の記憶から Except snap her fingers and get rid of us, apparently. Well, yeah, you were technically not part of the dream. We just entered it. どうだい？懐かしい顔ぶれだろう。彼女らには俺もだいぶ手は焼いたが。今となってはいい駒だ。だからといって引くことだけはできません。だけど驚くにはまだ早い。ちょうど彼女たちが妄想の渦に落ちたところだ。やほーい、ネプチューム最短。まったく、あんなところに長時間閉じ込めるなんてどうかしてるわ。It's spunkin' time。まるで生まれ変わったようですわ。なぜかしら、すがすがしい気持ちだわ。お姉ちゃん、よかった。その様子だと無事みたいだね。Yep. Here, you aren't the brightest bulb on the tree. 殺さなきゃ。Ah, shit. Did you not hear what the?いきなりすぎてネプギアが驚いてるじゃん。 Kuromi just said ごめんごめん、久しぶりのネプギアだったからつい浮かれて羽を外しすぎちゃったよ。 OK、 もったいないもんね。いたぶっていたぶって苦しめなきゃね。何言ってるの、お姉ちゃん。私はどうやってユニをいたぶろうかしら。Yeah、 難しいのよね。Like I said, it's bonking time. Indeed. I'm some wrong guys. あなた方はいいですわよね。可愛い妹をいたぶることができて仕方ありませんわね。アイエフさんとコンパさん。ネルさんもですか。ネプギーやネプギーや。なの、あなたが憎いからに決まってるじゃない。妹のくせに姉の私よりできる子だと周りから褒められ、私には指図ばかりをする。話して。ああ、いいわいいわよ、ネプギア。ネポーン。Oh no. 大丈夫？ネプギア。I'm gonna have to switch characters again, aren't I? はい。なんとか。もういいところだったのに。こんなんじゃ助けるどころじゃないよ。一度逃げよう。待ってください。せっかくここまで来たんです。お姉ちゃんたちを助けなきゃ。気持ちはわかる。だがネプッチたちはもう、さっき私の苦しむ声にちょっとですけど。希望か。ギアッチがそいつを見たってなら俺はその賭けに付き合うぜ。危険だウズメ、
それに君は今シャタポミア。そんなことは分かってる。自分なのに自分じゃない記憶が頭の中をぐるぐるして気持ち悪いんだけどよ。Stop trying to confuse CPU Jesus. CPU Jesus is a thing. It's that theme.私だってそうよ。ネプコが言って聞かないなら、殴って言い聞かせるだけだわ。Like that's ever stopped you. I know, right?私だってブランちゃんのパートナーなんだ。道を外した時は殴って正してやるのが相棒だ。そうだね。仲間を正すのもヒーローの常。待ってて、ネプネプ。今度は私がネプネプを救う番だから。珍しいな。お前が子供以外にただで働くと。私もネプネプにはたくさん借りがあるからね。それに女神様たちのあんな姿、子供たちに見せられないよ。Fair enough? S 社はどうなの？助けるに決まっている。へえ、興味ないお化けの S 社が珍しいね。いい社のベールのあんな姿を見たくないと言っている。それに誰かを助けるのに理由がいるかい？なら満場一致で決まりだな。待ってるよネプッチ。俺たちがお前らの目を覚まさせてやる。Oh, time for a bit of neural recalibration. I know. Also known as hit you really hard in the head. Well, at least they hit like a, probably they hit like a truck. Yep. At least I didn't have to.And they're pretty tough as well, I see. You ever get the feeling that skipping all, that, all those encounters also made you under level for some things? Maybe. Let's hope you have plenty of revival items.I can't hit both of them. You can. Oh, no, you can't. I thought it was covering both of them. Nepple! Well, that's one of them. It being said, the skip animations make this really jank. I know, right?That one's for you. Shut up.
Remember, they can't formation skill unless they're both in the same form. I know. Which eats up EXE drive. Quartito. She can't. She isn't a CPU. She's just a dimension tripper. Which, by the way, is actually the name of one of the soundtrack pieces. Did you really just miss? God damn it. There we go. See, it was fine. You just need to scream hard enough. 私はネプギアを憎んでいたの。かけがえのない、唯一の可愛い妹じゃない。お姉ちゃん、届いたんだね。私たちの声が。ネプギア、ごめんなさい。いいの。まさか、引き上げたというのか。妄想の渦に落ちた女神たちを。妄想の渦だかなんだか知らねえが、落ちたなら何度でも俺が引き上げてやるよ。先輩なら後輩の面倒は見ねえとな。うぬぼれるなよ。俺から分離した絞りカスの分際で。やめて、これ以上ネプギアを憎まさないで。憎みたくない、憎みたくないの。私が助けて、ネプギア娘。もう嫌。やめろ、クソが。これ以上私の中に変なもんをぶち込むんじゃねえ。愛しいはずのものが憎しみで染まっていく。いや、嫌いたくない。助けて。私じゃなくなる前に誰か。どうやら無駄な抵抗だったようだね、俺。これで分かっただろう。俺は俺の絞りカスだと。You are your own leftovers? 黙ったれてんじゃねえぞ、後輩どもが。必死で妹や友達が呼びかけてんのに、チッター自分の力で何とかしやがれ。てめえのこともてめえで救えずに、何が守護女神だ。To be fair, that's a pretty common trend. Not wrong. I mean, literally the entire concept of the second game. Nara, 全員、俺のシェアクリスタルに願え。そして、ネプッチたちの救いを祈るんだ。何をする気だ？ネガティブエネルギーが心に憎しみを生むのなら、反するシェアエネルギーで打ち消せるはずだ。どっちの思いが強いか。勝負と行こうぜ。何をしている。何わかんねえのか。ギアッチたちの祈りを
シェアを俺の持つこのシェアクリスタルに込めてるんだよ。シェアクリスタルの再形成だ。そんなことできるはずが。Just fucking watch me. 俺の妄想なめんじゃねえぞ、俺。What a save. さあ戻ってこい、後輩ども。俺が絶望や悪夢に負けないくらいのありったけの希望と夢をくれてやる。Yeah. Next forms. Nice. Blanc looks funny. Converts a unicorn. Nanda, その姿. Alright, you didn't see those. 嘘だろ。どんだけネガティブエネルギーをぶち込んだと思ってんだよ。そいつを消し飛ばすほどのシェアエネルギーで中和したってのかよ。Correct. 違うね。完全にかき消してやったんだよ。ま、姿が変わったのは予想外だったけどな。ありがとう。あなたのおかげで妄想の渦を抜け出すことができた。Such a corny phrase. I know, right? 俺は手助けをしただけだ。Then again, it is Neb after all. Yes, it is Neb.よくも大切な人を憎ませようとしてくれたな。シアンギ。私たちにお手遊んだ存分に返させていただきますわ。もちろん。お釣りはいらないわよ。調子に乗るなよ、後輩風情。こっちには完全体となったダーク女神がいることを忘れてはいないか。Okay, so then we'll just crush him. Oh, my.My cat is driving me insane. That's a lot of new moves. And a cutscene. Okay, that was kind of a tiny cutscene. Oh boy, it's already an hour. Gotta love cats. It's gonna be a long episode, isn't it? Maybe.Alright. They start in their next forms. Of course. You might want to put them on the front. They're actually higher level than everyone else. I know. This is. And I think Gold Third is also in their altered stance. Oh, yep, yeah. They are. It's like, just pick whichever overpowered character you want to bring out here. Yeah, but this should be fine right now. Really, you're not going to put the other two sisters out? I'd like to, but... One's out cold. Because you forgot to revive her. Yeah. I mean, I'll do that because, you know...Alright then, hopefully that works. Here we go! This is probably one of my favorite things in the whole game. Dark Green. Zero damage. Oh no. That's better.
Yeah, good luck trying to get a formation skill off into this battlefield. It's nice that they had chibis for three versions of the CPUs. Formation skill time yet? I mean, I think I need more EXE. Oh, take a look. Yeah. Yeah, I need 4 levels of EXE. Would a boss survive that long? Maybe. Maybe not. If you don't use other EXE skills, maybe. I mean, I wasn't gonna, but I still need to use normal skills to even hit it. I swore you could use regular skills against it. Yeah, I can use regular skills, I just can't. I mean, like regular attacks. So I mean. It's not letting me, at least. Yeah, like, jump is the only command there. No, it's probably not gonna last. Nope. It's kind of disappointing. And there it goes. I was hoping to finish it with a formation skill. Disappointing. Karma, you're gonna need to bring something stronger. Like, so what was that about me avoiding the enemies making me under level? CPUs were more threatening than the dark CPU.君たちが全員こちらの次元に来てくれたおかげだ。邪魔者がいないとここまで捗るとはね。女神を落とすことができなかったのは残念だが、これでようやく制限なく超次元に行くことができる。それがこの次元を移動させていた目的か。ああ、そうさ。二つの異なる次元が同一座標に位置することで、 そうすることで、精神体の俺でも超次元で実体を持つことができるのさ。最も俺の方は超次元側のシェアエネルギーを大量に浴びたせいで、少しの間なら超次元側でも実体を得られるようだけど、行くよクロワール。とうとう超次元に行くんだな。待ちわびたぜ。また会おう。次に会う時は 封印から解放された真の姿を見せてあげるよ。逃げ切る気か。せっかくだから君たちにプレゼントだ。私たち君たちの夢から作ったんだが、 少々作りすぎてしまってね。処分するのも面倒だし、煮るなり焼くなり好きにするがいい。それじゃまたな。クロ、 you're going back in the book. すぐに追いたいところだけど、さすがに。
Indeed. Kuro-chan さえ標本に挟まってれば、私がワープさせてあげられたのに。なら、ここは私たちに任せて。ネプギアたちとゴールドサードは。また。そうね。こんな数だけ多い偽物の相手、私たちだけで十分だわ。それに偽物とはいえ、実の姉と同じ姿の敵を倒すのにも抵抗があるでしょ。ほら急げ、早くしないと完全に次元が融合しちまうぞ。わかりました。それでは皆さん行きましょう。そうだギャッチ、一応こいつを持ってけ。シェアクリスタル？さっき作った余りだ。そいつがあれば俺がいなくてもシェアリングフィールドが展開できるはずだ。もしダーク女神との戦闘になったらそいつを使うんだ。えでな、おっとここから先には行かせないわよ。あなたたちの相手は女神さんたちだけじゃないですよ。アイちゃん、コンパ、どうしてあなたたちがここに。ネプギアたちと一緒に行ったんじゃ。GA1 で。油断して敵に捕まっちゃうようなうっかりさんたちだけを残しておけるわけないでしょ。私たちにしか手伝えないこともあるはずです。Besides, I have need to get not, not needs to vent some steam by punching many Neptunes. Yeah. Now, which way are you going? I took the hyperdimension route, so. Yeah, I mean that seems like.So I have no idea what the heart dimension route is. Fuck it! Yeah. Hyper dimension route. I think there's a dark CPU in- I know there's one in Louis. I think there's more than one. But it's been years.少し見ない間にすげえ姿になれるようになってるな。ゴールドサード、いいえ、ゲーム業界のみんなの信仰心のおかげ。そっか。Yeah, too bad the sisters didn't get new forms. I know, right? Uni next twin. お二人さん、ちょっといいですか？どこから出てくるんだよ、でっかいネプチは。私のことを放っていいムードを出すのはいいけどさ。時間と場所をわきまえてよね。I mean... した空気は好きだけど、お客さんは待ってくれないみたいだよ。 Have to say it. This is game industry. Everyone's a lesbian. たっぷりして言ってね。 Even Afimax? Every female is. They're even bad imitations of the real thing. アダルティーでセクシーな美人女神、ベルちゃんだと。私ってあんなキャラだったかしら。私ってあんなキャラ。私って。Is that how people see me? あんなキャラだったかしら。私ってあんなキャラでしたっけ。They got so dumbfounded by him. Bit debuff caused by it. Leave it to Neptune and Neptune to start thinking about that.ネプコが2人もいると突っ込む気力すら起こらなくてね。それこそカロリーの無駄だわ。ザロカン、There's two of them。それですよ、アイちゃん。2人のネプネプに突っ込みを入れろ。ネプネプダイエ。君たち、おしゃべりもいいが、戦闘の準備は大丈夫なのかい？もちろんだよ、海太郎。私はいつも最初からクライマックスなんだから。
前にちょっと待ってほしい。こってみとんや。いきなり何さ、海太郎。せっかくかっこよくバトルに入るところだったのに。しばらく会っていなかったから、忘れていても仕方がないが、俺の名前。No one gives a shit. Like he literally stopped her over that.All right then. Yet another fight. What do we do? Oh, の番ね。At least you've about filled up the gauge now. Yeah, because normal attacks feel it faster. Oh shit, Verdi's down. So it would seem.Kill. Indeed. Weren't you saying you were perfectly fine a minute ago? I am. Not in formation. Oh, they can. Thought they needed to be in formation for that. I think they were. All of the revivals giving them more Lily ranks so quickly. There we go. Hey, more Lily rank.Don't worry, Usuma, you're actually the original. Kind of stung. あれだけいたのに全員倒すなんて
You're still here. Well, yeah, she's going to double cross the double cross. どの面下げて戻ってきたのかしら？え、うずめとこの次元の秘密を知ったお前らはどうするんだ？そんなの聞かれるまでもないわ。もう一人のうずめを倒す。それだけや。でもいいのか？あいつを倒せばお前らがゼロ次元で呼んでる場所も含めて新次元は消えるんだぞ。そうしたらそこのうずめも海尾もこの世界の住人みんなが消えちまう。それでもお前らはうずめを倒すってのか？おいおい、ちゃんとさっきの話を聞いてたのか？この世界はうずめそのものなんだ。あいつが消えればこの世界も消えるのは当然だろ。けど困ったよな。あいつを倒さなきゃ超次元は救えない。超次元を救うと新次元は消滅。There isn't really anyone living in the hard dimension, though. 今、ゲーム業界は歴史の分岐路に立っているんだ。守護女神としてお前らはどう答えを出すんだ？ひどいよ、クロちゃん。そんなの、どっちかなんて選べるわけないじゃん。わかった。きっとこれは、選択肢が出た後に、数秒後に第三の選択肢が出るパターンだね。なるほど。つまり、ハッピーエンドへの道は、その第三の選択肢にあるんだね。お前ら揃いも揃ってゲーム脳かよ。けど、早く答えは出した方がいいと思うぞ。何もしなければ2つの次元の融合は進むんだからな。世界はなぜこんなにうずめを追い詰めるんだ。かの、ま、自業自得だな。超次元を一度滅ぼしかけたんだ。銀河が呪いとして絡まってても不思議じゃない。どういうことだ。なんだ、まだ気づいてないのかよ。ネプギアが集めていた断片的なレポートがあっただろ。あれ、うずめのことなんだよ。No shit! これないから、うずめとデータを修復してやっても、お前ら全然気づかねえのな。世界中の奴らに恨まれることをしでかしたんだ。それが呪いとしてまとわりついててもおかしくないだろ。はあ、言っちまったな。で、どうするの？もう無に決まってるよ。ただでさえ自分の正体を知ってショックを受けてるのに、もう追い打ちだなんて。Oh boy, what now? This is already an hour long. Longer. Now you took a break. Hmm? This time you took a break. I guess I need to go back up there in order to build the pathway. That's annoying.Yeah, I don't think we're stopping now. You don't need sleepy dancers. That's a word for it. Well, too bad you're stopping here. No, I'm not. Okay, then. That was a fire truck outside. So I heard.俺の背びれがうず。シュタボミア。最近の魚ってすごいですわね。ちょっと。お安いご用さ。ただし。全然。はあ。ムニムニムニ。ダメだ。こんなところで。勝ってね。サワ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 。ひたちひたちひたち。いや、そこ。は、は。
かの指触り、いいえ、耳触りでしたわ。あなたたち、こんな時に何やってんのよ。すまない、ノアッチ。ベルッチ、ノアッチ。意外にも、テクニシャンすぎて、つい。私も、イケメン声のあえぎ声に見せられて、つ…それで、肝心のうずめ…ちょっと待って、この足跡、多分うずめ…うずめ、変な考えを起こしてなきゃいいけど…Of course! Right then! First of all?No. Okay then. Hey, Kareni. Ah, item this wa. Upgrade for Aya. Cool. I don't know this dungeon. Kareni. I always thought it was kind of neat how the game would actually take your position into consideration when doing field battles. Yeah. I tested it on a platform just like this one. The closer you are to the end with the portal where it gets narrow, it actually reflects that in the battle map. Okay, moving on. What, are you saying you'd rather have the maze back? Yes. I don't know, this seems a lot more straightforward than the maze. With the maze, I had some idea on where the end was. Honestly, what this kind of tile set really makes you think of is like the old versus games like Unreal or the early incarnations of Red Faction. Where you had multiplayer maps that are basically set up like this. Yeah. Something like that. Again, I just think it just gives me the urge to bound around it, jumping off ledges and engaging in a bit of a good old fashioned. Next time, remind me to set my Steam to offline. Anyway.You too. ネプテューヌたちのおふざけよりも今はうずめよ。ですが私たちがなら俺が一匹で行こう。うずめとは長い付き合いだし。くそー、なんだよこれ。実は過去にちょっでもって封印されてる俺って、挙句の果てには俺を倒さなくちゃ。もう嫌だよ、何も考えたくない。
You ever stop to consider that you're actually the original one? I mean, what's to say she is or isn't? I know, right? Uzume. Kimi rashiku nai na. Kuchou ga modotte iru yo. Umiyo. Itta daro. Kimi ga nozomu nara, ore wa doko ni demo tsuite iku to. Sore ga tatoe akumu demo da, Uzume. Kimi ga kureru yume to chigatte, akumu wa izure sameru. ああ、情けないとこを見せちまったが、海尾のおかげでだいぶすっきりしたよ。うずめ、俺の考えが正しければ、君は妄想に、憎しみに染まっていく君の魂が切り離した、両親のかけらなのではないだろうか。俺が両親？陰と陽、神羅万象。君が去った後、クロワールが言っていたよ。ギア、確かにそのレポートには、君を良しとしない者たちの行動が綴られていた。しかしそれよりも、君のことを案じる者たちの声の方が多かったのは確かだ。君は憎しみによって世界を滅ぼそうとしたんじゃない。力が自分の手に負えないと知り、自らの意志で国のために、世界のために封印という選択をしたんだ。あのレポートが、君が思い出した記憶がどんな内容かはわからない。だが記憶に騙されて、時間の経過やその時々で良くも悪くも受け取り方は変わってしまうもの。うずめさん、あなたには今日から彼と一緒に草の根宣伝計画をやってもらいます。よろしくお願いします。 That name sounds familiar in that voice. Right. うずめちゃんかわいい。皆さん、お願いがあります。リアカー引く女神様を見かけたら、女神様って声をかけてください。そんな、俺もプラネティーヌに住まわせてくれ。みんな、ごめんね。しょうがねえな。うずめ様、うずめちゃん、もっといい国にしていこうね。またうずめ様の妄想の力が暴走か。うずめちゃんを救ってあげることはできないんですか。うずめ様の暗殺が失敗に終わったらしいぞ。またか。早く何とかしないと国が滅びるぞ。よかった。あんなにいい子なのに、どうしてこんなことに。おばあちゃん、うずめ様を助けてあげれないの？いたぞ、うずめだ。うずめ、危ない。よかった、うずめが無事で。泣かないでよ、僕はいつでも君と一緒だよ。君が望むなら、僕はどこにでもついていくさ。だから、うずめが無事で。本当に封印を望むのですね。わかりました。そして申し訳ありません。何年、何十年かかったとしても、
あなたの力を封じる方法を探し出してみせます。それまでしばしのお別れです。思い出したよ、海を。よーっと待ったー。ムーンクラッシング。Yeah. This kind of specialty.What? What do you mean? 違いますわ。No, not this bar. いい感じだった。どの方のセリフですわ。君が望むなら、俺はどこにでもついていくさ。君と同じ夢が見たいからね。つまりこれって海をイコール海藻に出てきた青年ってことだよね。うずめをかばい、命を落とした海を。しかし、ウズメとウミヨ二人の未練と思いによって転生を果たし、その設定はありね。しかも、人間じゃないってところが、悲劇の恋愛ものとしてポイントだったから、次の新人賞のネタはこれで決まりね。新人同士とはいえ、まさか私が主役のゲームで純愛ものを見せつけられるなんて。主人公として、なんて不覚。こうなったら焼き魚にしてレギュラーから排除するしかないね。何かの間違いで次回作から若き日の海男が主人公のハーレムゲームに方向転換されたら困ったもんじゃないよ。落ち着けてお前ら。なんでお前らがここにいて俺の感想を知ってるんだよ。That's the real question.That's not the point. じゃあ俺が、そうそう。はい、バッチリ見てたです。あ、これ遅くなりましたが、ハンカチです。Not helping, Kappa. ちなみに、ウズメの階層はずーっとウズメの背後に投影されてたよ。Interesting.少しは落ち着いたかい。ああ、ようやくな。けど、超次元とゼロ次元、あんなの思い出しちまったら、余計俺には。それなら大丈夫。この主人公たる私、ネプテューヌが第三の選択肢を見つけたんだから。You have, have you? I mean, it was more than a few seconds, but still.Nep Nep will always be Nep Nep. Abimojus の時みたいに、シアエネルギーで打ち消して浄化しちゃえばいいんだよ。なるほど。確かに、負の力であるネガティブエネルギーが原因なら、正の力であるシェアエネルギーでかき消すことが可能ですわね。けど、うまくいくかしら。何十年も世界中のネガティブ感情を取り込んでいるわ。Probably a lot longer than that.Yeah. 桁違いなのよ。最悪こっちが打ち消される可能性もあるのよ。けどこれしか両方の次元が救われる方法はないよ。どうするウズメ。いいぜ、その作戦に乗った。分が悪い賭けは嫌いじゃないんでね。なら私たちが乗らない理由はないですわね。ですが方法はどうするんです。正面からぶつかってどうにかできる相手ではないですわよね。ううん、できるよ、この世界ならね。どういうこと。ここはまさに暗黒橋黒目の心の中。
ネガティブ感情に魂が染まってしまったなら、この世界を浄化すればいいんだよ。あ、いえ。なるほど。それなら理にかなってるわ。なら、目指すは世界の中心。心の中心から浄化だよ。And she's back. Art center. Back. Are you really going to complain about Iffy getting to ride close to Bert's heart? Clearly, someone has to carry her.And let's not forget in the first game, Iffy most definitely was more leaning towards Vert than Neptune. Yeah. I'm also just complaining about having to go all the way back here again. Yeah, wow. And then all the way back around. So I can at least do this.New items have been added to the shop. Kumio only items have been added to the shop. I thought I used some of those, right? Kinda weird that I'm full, but okay. Can I develop anymore?Doesn't seem like it. Anyway. Oh, you said you wanted the maze back. I'm trying to hurry here, thank you! Don't tell them that, or they'll stop you at every checkpoint. I won't. Okay, what is this the last one? Please tell me this is the last one.I think I remember. Oh, you might. Let's put things into perspective then. When was the last time I played V2? 2017. I mean... Do I need to mention all of the things you remember from certain other games? From what? From certain other games. You know, Halo...I play Halo regularly over the course of years. And read books repeatedly over the course of years. Thank you very much. I'm just saying, it's possible you might have remembered. I played this game once. You're also on a different route from me, so I don't know. Oh, yeah.I remember the game ending with the sisters in Heart Dimension, but that doesn't mean the route is going to be the exact same. So, Yeah. Who knows? Maybe the ending will be completely different. We'll find out. On a very, very long episode that I will probably end up cutting up because, yeah.Crossing in front of the opponent you're trying to avoid is usually not the best tactic to avoid them. Shut up. No. Well, at least this shouldn't take too
to reach. Like, you're clearly using the overpowered DLC items. Yeah, I'm not sure why I even bothered checking. Question here. Yay. Anyway, moving on. He totally was. Well, yeah, obviously. Of course, I wouldn't put it past this series to have Neptune just casually make a comment about reusing voice actors. Yeah, that is that too. This place would be so horrible without a map. Now imagine how much better it would be if you had a sprint button. I know, right? That is not a sprint button. That is a stop moving button. Yeah, you just try to press other buttons just in case. Apparently left bumper and right bumper are also attack buttons. I don't even care about the loot right now. Yeah, I'm not surprised. Huh, there wasn't even a monster here. Oh boy, a save point. What the fuck do you think it is? It's like, what do you think it is? うずめの体内に蓄えられているし、前らは知らないとは思うが、世界中に落ちていたシアカリスタルはこいつの欠片だったんだよ。うん。よ、また会ったな。そうだったのか。通りでいろんなところに落ちているわけだ。だから世界から忘れられて、シアエネルギーが得られなくなっても、うずめは死なずに済んだのね。 とすると、こいつをうまく使えば、クラちゃんがここにいるってことは、さては大正解。けど、あいつも人使いが荒いよな。俺はただの歴史さえ記録できればいいのに、顎で使うなんてよ。近づかれたら困るなら、超次元になんて行かないで、こっちに残って自分で守れっての。お前らもそう思うだろ？クラちゃん、これ以上はダメだよ。 次元が滅ぶなんて、今更言われてもな。お前も俺を呼んだんだから、俺が今まで、どのくらい世界の始まりから終わりまでを記録してきたかなんてよ。ま、お前に捕まって標本にされてからは、それもさっぱりだがな。そりゃそうだよ。ただ歴史を記録するだけならいいけど、面白くするために無茶苦茶なことをするなんて、絶対間違ってるよ。そんなの知ったんじゃ、なおさらクロちゃんを外になんて出せないよ。 いつもは俺の能力が楽しいから手放したくないだの、次元旅行が楽しいだの言ってたくせに、さてはそれが本心だな。聞く、そんなことないよ。あからさますぎだろ。バレバレだっての。今思えば俺を標本に封印してたり秘密結社の足を引っ張ったりと、さては天然のふりして狙ってやってたな。何のことかな。 Good damn it, Neb. 今まで道化を演じてたのかよ。
呆れた。まさか気づいてなかったの？チャランポランでいつも意味不明なメタなことばかり言ってふざけてるけど、ネプチューヌっていうのはちょっと待ったうるせえな。なんだよ横からいきなり。このゲーム主役で、しかも今割と終盤のクライマックスなんだよね。なのになんで私よりも大きな私が目立ってるのっていうか、新次元編に入ってから私の扱い悪くない？ネクストフォームになった直後に負けて捕まるし、その間出番ないし、助けられてパーティー分割してようやく私が話の中心とか思ったら、うずめと大きい私ばっかりが話の中心だし、これじゃ主人公先だよ。訴訟も辞さない、訴えて勝ちよ落ち着きなさいよネプコ、あんたは超次元編ってとこで主人公してるじゃない。そうですよ、主人公なんですから、菩薩級かおかん級の寛容さを持つです。でも私って主人公&シリーズの顔なのによく出番とか性能面で冷遇されちゃうんだよ。でもでもだってだよ。やめネプチューン。ネプッチがまた悪落ちしそうだな。今回は妄想の渦から引き上げる自信ないぞ俺。ああ、もうなんなんだよおめえらは。とにかく久しぶりに面白い歴史が記録できそうなんだ。邪魔されてたまるか。I will be purple green. No, wait, one. こっちにはシェアリング。そうね。うずめがいればこんなやつに恐れることはないわ。そうですわね。どうしたの、ベル？いえ、なんだかあのダーク女神、心なしか先ほど戦った私の力で作られたものより。Of course, Bert would point that out. 小さいような。ブランの力が元になっているからでしょうか。まさかこんなところまで私たちをコピーしているなんて。でも、ブランよりも大きいよ。こっちは小さいながらも丸い膨らみがあるけど、ブランはぺったんこ。さすがにあの見た目でぺったんこじゃ、貧相だから持ってあげたんじゃないかな。もしくは、ブランを哀れに思った暗黒星黒目の情けで、せめて、ブランのダーク女神だけでも I'm just riling her up. なめてんじゃねえぞてめえら。そして暗黒星の野郎もだ。あいつを見てるだけで腹が立つ。うずめ、シェアリングフィールドだ、早く。おう。They're good and riled up. I mean, it works.Saving Fiona. 怖さでめちゃくちゃ噛んでるです。まあ、慣れてないと普通はそうよね。It's normal when you're not used to blood. Immediately mad. Of course. I mean, I'm surprised she didn't just go full next former immediately. Anata nanka, issun de taoshite ageru wa. Aite ga dare demo.I actually consider the dark CPU just have a pretty cool design. Yeah. You need more juice to go in the next form.私が攻める番よ。
Not like I'm gonna get any chance to use that, but you know. I mean, you could try cheesing it with weaker multi-hit attacks. Or you could just bonk it and be done with it. Yeah, just don't get hit. Yeah, I don't think I can target the axe directly. No, you usually can't. What, not gonna have Blanc immediately go into next form? Oh, I forgot. You forgot? Something like that. Well, stop doing that. It's not good for you. She doesn't even need the axe at that point. I know, right? Next form. 覚醒完了. Like, she could just straight up Hibiki someone to death at that point. Seriously though, if you compa. Uni next win? Black Sister next? We know what's about to happen. Because of Link, obviously. You're going back in the book. She's still upset about that. Had to have one time to shine at least. Whatever that's supposed to be. I guess a slash? Purifying slash? Indeed. Oh.
sad face. Wait, does that mean I need to go? It's already been 2 hours. You sure you can finish this in one sitting? I'm determined. I guess that was the last of the poor CPUs. シュールにも程がありますわね。その姿ちょっと見たかったかも。ところでノワールさんたち偽物を倒した後ちょっとうずめが混乱しちゃってね。誤解って？どうも憎しみに染まったせいで全部悪い方向に思い込んでいるみたいなのよ。でも気持ちを整理して思い出してみると、うずめは世界その話を聞いて安心しました。心配かけたな、キアッチ。俺が俺でいられる。ん？私のおかげって？ギアッチが見つけた壊れたレポートがあっただろう。あれこそ、ウズメが封印される前の出来。きっとウズメの記憶にあるプラネテューヌをモデルに世界が作られた際に、俺からも礼を言わせてくれ。あいつとうとうやりやがったな。どういうことなの？俺がお前に捕まった事件があるだろ。その事件で手に入れた女神の力をあいつに渡してたんだよ。あの力はすごいぜ。なんてったってこの事件を移動させるのだってそいつの力をちょっと使っただけでできちまうんだ。ただし強力すぎて力に飲み込まれちまうから、使うなら復活してからにしろって言ったんだが、この様子じゃ全部取り込んだみたいだ。 You remember who that's supposed to be?I had some idea. Because it doesn't get explicitly said. ここまで来ちゃもう止められないぜ。久しぶりの面白い歴史が見られるってもんだ。It's heavily implied to be Ray. Yeah, that's... Yeah, that would do it. なら、早く暗黒橋黒目のところに行かなきゃ。けど、行ってどうするのよ。倒す。ゾウの塊となっている。いや、俺に考えがある。ベスマンディサビレボライギー。ただいまー。ベスマンディサビレボライギー。ただいま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 ー。Alright, let's finish this. I love the depths of the heart. I know, right? Hey. That's what she thought, I suppose. What is hanging her arms behind her? I have no idea. I'm gonna switch that out.There, just for you. Noah. I feel like I'm being caught out. I have no idea what you're on about. But you would never do such a thing to me, would you? Not at all. Isn't this also the exact dungeon where we... When Neph first woke up, when... When she met Uzume? Yeah. I mean, remember what they just said. Zero Dimension was made to reflectPlanet Neptune in her memory. And yeah. This is the area around Heart Dimension's Basilicom. Mm-hmm. And it makes perfect sense. Yep.
I remember all these thoughts about how everything is shaped. But don't remember how many dungeons there are. Go figure. Wow, those whopping zeros. Alright then. Also one of my favorite themes in this game. Wait, did they go the wrong way? Open your... No? Not quite. Yep. And technically, yes, I did go the wrong way. Because there's nothing here. So I have to go... Post-apocalypse planet tune. I know, right? Meow. Meow. Sounds like she's saying nya. Now I need cat ears noir. I might actually have those. Let's just carry on. Yes, pets.次元は新次元と融合。俺自身が超次元となる。なら一つだけ質問だ。お前クロワールからもらった異次元の女神の力を取り込んだんだってな。異次元の女神の力ってのはどうだ？やっぱすげえのか？最高に決まっているじゃないか。この次元に干渉する力のおかげで。Oh, you have shared energy now. A lot of it.次元に干渉できる力があればあいつを倒してもこの世界をなんとかできるかもしれない。ならやることは決まったね。かっこよく決めてください、すずめさん。今日この場で俺らは俺を言ってくれるじゃないか。ならば俺もこの場で君たちを倒すとしよう。復讐のため永久の地獄を味わってもらおうと思っていたが、来るんだダークパープル。Oh no! I'm guessing for more of them. Yeah, she just pops them up out of nowhere. And you're right, dark white is a bit smaller in the chest. And dark green is a bit bigger. 女神など俺の妄想の産物だ。ネガティブエネルギーが。でもこっちにはシェアリングフィールドがあるもんね。ならばこれはどうかな。グッ。なんだそりゃ。どうだい君たちよ。そして最後に俺が融合することで。So now, true dark, huh? So, final boss. Dark orange. Yep. I remember that. Masani, Tenko Mori, Toita Sugata de Sune. Watash Tachkara Sito Tachkarani Kuite, Soledakija. Honey, Masara Yoaki, not Tendayo. Fair enough.モダ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 。
I keep saying that. それはどうかな。見せてやるよ。俺の切り札を。切り札だぞ。笑わせる。もはやどんなカードであろうと、俺は止められない。例えばそれがあそこに見えるシェアクリスタルだとしてもか。正気か。それは俺たちの生命線。それを使い切ることは俺たちの死を意味することだぞ。そどんぎすてた。さしちがえるなんてダメだってば、ふずめ。安心しろ、ネプチ。何もあれをぶっ壊して、こいつと心中するなんざ考えてねえよ。壊れるギリギリまであのクリスタルの力をフィールドに使う。本体が弱まれば、あいつも弱体化するはずだ。貴様、悪あがきを。Where's all that cool arrogance you're just displaying? そして仲間がいないことがあだになったな。これが俺の最後の女神化だ。変身。チェアリングフィールド展開。What are they saying this? Yeah, but final boss. Yeah, fair enough. You know, final boss. Of however many acts in? I might have missed a couple finals there. さて、何をしましょうか。さ、今度は私が攻める番よ。誰がいるかしら。あなたに決めましたわ。相手が誰でも私が投げ払う。 Oh, I accidentally used one of them.What are you saying? You were saving it for something. Maybe. What are you looking for? Damn it. No, there's nothing to increase the.EAC meta. Of course not, otherwise it would be the meta. Alright. Am I? Is it that time? It is that time.
しみですわ。That health bar is going down. Not as far down as I expected, actually. No. I'm not gonna lie, that was kind of underwhelming. And again, so was that. It's still satisfying to do it. Yeah, and there we go. Yeah, you can shut up now. You're so much better when you're just cool, coolly arrogant. Boy, more of them. There's water here. So it would seem. あそこに見えるシェアクリスタルを撃て。そしてみんなは急いで超次元に帰るんだ。な、何を言い出すのさ、うずめ。そうだよ、そんなことしたらうずめが死んじゃうんだよ。分かってるの？分かってるけど、それしか世界を守る方法はないんだ。だから頼む、ギアッチ、お前の武器なら撃ち抜けるはずだ。どうして、なんで、なんで私なんですか。ギアッチの武器ならここからでも壊すことができる。 Looks at Yuni. She's probably got the longest range firepower. 一緒に夢を見続けたギアッチだからこそ。わかりました。ネプギア、撃ちなさい。 You should. It's not her job to. あんた、私でも、兵者でも、P者でもなく、あんたに頼んだって。でも、撃て、ギアッチ。ダメ、私には撃て。やっぱり一人で背負うのは重すぎるよね。
You know, the seriousness is lost when Uzume is wearing that. I know, right? I blame you for that. Thank you. Like, completely lost. To be fair, it covers a bit more than Netgear's suit. Yeah, well, that's not her default processor either. Are you sure? Yes. Because her default processor is white lilac. Oh, yeah. Huh. いろいろあったけど、私、うずめと会えてよかったわ。みんな、そうだ、あいつがやったみたいに、ゼロ次元のモンスターたちに拠点に集まるよう命令を出した。そいつら全員を超次元に連れて行ってくれ。一人で行く気か。いつまでも一緒にいるって約束。破って悪いと思ってる。君との約束だ。海尾、お前もこんな俺のためにずっとそばにいてくれてありがとな。ネプッチ、キアッチ。俺はな、お前たちに出会えて少しだけだったけど、お前たちがいたからこそ、俺は折れずにここにいられたんだ。I mean, you broke a couple times. 絞りかすの分際でよくも俺をざまあ見やがれ。俺は俺の最後の夢を叶えるんだ。てめえは残留思念らしく、そこでおとなしく見てな。こんな時にまで何が夢だ、バカバカしい。お前には一生わかんねえよ。だが果たして全員無事に超次元に戻れるかな。いずれここにもモンスターの大群が押し寄せる。上等じゃねえか。ネプッチたちが無事に元の世界に戻るまで、俺が耐えればいいだけの話だ。何もせずに待っているより、その方が性に合ってるぜ。なぜお前は笑っている？お前も消えるんだぞ。俺はな、幸せなんだよ。ネプッチやギアッチ、そして今のゲーム業界を担う女神たちに会えて、そして俺の夢を託せたんだ。こんな幸せなことはねえよ。お娘さんに別れを告げた私たちは、インスンさんが開いてくれたゲートを使い、超次元プラネティオヌ教会に戻ってきました。インスン、ただいま。状況は把握してるよね。モンスターの群れは勢力を増やしながら超次元へゼロ次元を南下しています。ウズメさんのゲーム機。ウズメ、仲間たちは全員こ…ウズメさん、やだやだよ。ウズ…絶対助けるから。すぐにウズメが助かる方法探すから。お姉ちゃんの必死の呼びかけも虚しく、うずめさんのゲーム機は砕け、そして綺麗な光となって消えていきました。それはまるで自らの役目を終えたかのような、そんな最後でした。I know there's more to it. Is this my punishment for not getting the true ending? Istoar, お茶を入れた。少し休むといい。ありがとうございます。海尾さん、それでは少し休憩しますか？あの二人の様子はどうだい？二人とも落ち込んでいましたが、最近はようやくいつもの調子に戻ってきました。うずめが消えたはずなのに実感が湧かないんだ。それにうずめに託されたゼロ次元のモンスターたちのこともある。
ところで、大きいネプテューヌさんはどうしていますか？今日も今日はルイに行くと言っていたな。何でもブラン、おいしいものに目がないのは大きいネプテューヌさんも一緒なんですね。俺の特製ブレンドだ。うずめも気に入ってくれた味。何してんのネプギア。私たちが守った町を見てるんだ。うずめさんも昔はここからこうして町を見ていたのかなって思って。見ていたと思うよ。ここが一番この町がよく見える場所だからね。叫びたくなってね。けどなかなかうずめみたいに声は出せないね。I mean, you don't have a megaphone, so. そうだね。What's that? うずめさんみたいに大声を出すにはもっとお腹から出さなくちゃ。声は腹から、そしてかっこよくだぜネプチ。ネプ、あ、ネプギア、今の聞こえた？お姉ちゃんも見守ってくれてるんだね。見ていてください、うずめさん。私たち、うずめさんに負けないくらいこの国を、ゲーム業界を良くしていきます。世界中が忘れても私たちは忘れないよ。みんなから愛されて、そして自分を犠牲にして二度も世界を守った女神がいたことを。そしてそれがプラネテューヌの女神、天皇星ウズメだったことをね。シリーズ恒例、プレイしてくれてありがとうコーナー。イエーイ、ドンドンパフパフ。このコーナーは、Speaking of ruining the mood、プレイしてくれた皆さんへの感謝の言葉を使えるコーナー。Yeah, but you may as well go through it。ネプテューヌさん、ウズメさん、あ、プレイヤーの君、最後までプレイしてくれてありがとう。俺は死んじまったが、おかげでネプッチたちに夢を。でも私的にはもっと別な結末があると思うんだよね。 No shit. Of course there is. もしかしたらもっとゲームをやり込めば、 You know, when I don't die. 私たちとの冒険はこれでおしまい。 Till next time. Yep. And if I, and according to my memory, unlike the other games where the new, where the true ending is a little forgiving, this one's very specific and, yeah, and takes and has conditions stretching the entire game. Some of them very innocuous, like do this specific guild quest. Yeah. Anyway, I hope you all have fun and I'll see you for whatever I play next when I'm not horribly tired after a 2 hour and a half long video. And, had, and you know, had your heart ripped out and stepped on. Yeah. Good night, everyone.